何年ぶりかで、ふと呼び止められた。折り目正しい人は時計を気にしながらも、つれづれの話をした。にこやかに言ってしまえば楽になれると言いたげに、タバコを勧め火をつける手首には細い傷跡があった。見る目の憂いは海のようで、私を旅に誘い出す。いつの間にかまだ終わりきらない愛の嵐の中へ。謎のままで昔の人は手を振って人混みにひっそりと滑り込み、生きにくい朝になり、すれ違いの肩が触れ、同じ目をしてると分かる。Oh.